応あれです、天日の海水 100% の粗塩を、はいはい、いったものを使ってます。余分な水分をすべて飛ばしたお塩ですね、はい。ここにお店があれば都心まで行かなくても美味しいの食べれますよっていう、都心に行ったらね、1人3、4枚行っちゃうけど、うちは半分で食べれますよっていうのがコンセプトなんですよ。いやー、でもこの島模様を見ると何とも言えないね。ありがとうございます。あと5貫これ食べたい。これは全然やったことないからな。味噌の香りが、はい、ゆず忍ばせてます。はい、平らがいのつぶやきですね。お熱いのでお気をつけください。はい、どうぞ。皮はないね。そうね、これは美味しい。カスゴダイです。まあ、カスゴダイっていうのは商品名で古代って言うんですけど、はい、マダイって3種類あるんですよ。マダイ、チダイ、キダイ。さらにチダイとマダイの幼魚、要するに子供を古代って言うんですよね。さっきのホタテの白子とか口子同様、春が来たねってなるんですね。もっといっぱいあるんですよ。まずは食を通じて人を幸せにすること、はい、2つ目、旬の食材の素晴らしさを伝えること、3つ目、寿司の美味しさを伝えること。いい肉体にはいい精神が宿るって言われてるんですよ。じゃあその肉体って何を作るのって言ったら食なんですよ。自分のお店に来てもらった人たちだけでも健康になってほしい、体にいい食材を使うのはモットーですね。メインがそれですね。イサキですね。イサキは梅雨が旬のお魚なんですけど、はい、ちょっと今日物が良かったんで買っちゃいました。ボタン乗ってますね。そうです、うん、そうですよね。まだ夜静かなんでいいっすよ。僕の名前がトシヤって言うんですけど、寿司トシヤとか結構あるんですよ。水道航路都市っていうのも全国にもう1店舗あるので、そこ漢字なんですよね。この小学生でもひらがなだったら分かるかなとか思ったりとか、トシヤよりも寿司どころだったらトシの方が合うので、トシにしました。
花板は汚くならないようにやっぱり漂白ですとかね、しっかり 毎回洗っていかないと。まな板ってその板前の性格が出るんですよ。夜の営業もそうですけど、はい、お客さんに見えないから汚くていいじゃなくて、はい、綺麗にするっていうのがすごく大事ですよ。塩はあれです、天日の海水 100% の粗塩を、はいはい、いったものを使ってます。余分な水分をすべて飛ばしたお塩ですね、はい、塩はどのくらい振られるんですか？勘ですね。料理はフィーリング言葉があるんですけど、あ、はい、大体この日の気温とか湿度ないし、今日の小肌がもう少し油乗ってればもう少し長く塩を振ります。昆布出すのって、はい、半日かけるんですよ。今からやると夕方くらい。そうですね、夕方でもちょっと早いぐらいですね。はい、仕方ないし。ああ、すみません。この状態じゃないですか。はい。これがどんどん時間経っていくと広がって、で、気泡が出てきます。ですよね、自分でしか味わえない人生味わってる。じゃあ卵も平飼いって言って広い草原でストレスなく歩き回って育った。トウモロコシとか大豆食べてる。行きますか。こういうのは焼きたてを、まだシャリ切るまで時間ありますから。
塩素とあとはトリハロメタンっていう発がん性のある物質が含まれてるんですね。例えば手を洗うじゃないですか、はい、それだけで毛穴から全部その毒を吸収するんですよ、はい、それを経皮毒っていうんですけど、これを自分もそうだし洗い物するおかみにもそうだし、お客さんに味合わせていいのかって話なんですよね。プラス魚も含めお米も含め、ってなってくるとやっぱいいお水使いたいよねっていうんで、うちは全部使いましたね。よくお米を炊く水だけは湧き水使ってますとかありますよね、はい、仕込み水では汲みに行ってますとかってあるんですけど、はい、全てを変えてるお店って少ないと思うんですよ。野球部の人みたいな。そうです。寿司屋ですけどね。あよく耐えてたなと。うーん、いやそれこそこの間行ったわさびの城さんあたりは、はいはい、昔の方がもっと大変だと思いますよね。養鶏制御って言って幼い形の制御、はい、大人、うん、これで調べます。これおかみにパスします。あ、はい、この白いのが油です。ここの部分ですね。ちょっと久しぶりの部分。尻尾の部位でもうこれだけ油が乗ってる。
これが明治の大トロの部分ですね。これ中トロの部分ですね。メジの特徴は本マグロの衣だけあって香りがいいですよね。まず香りとあと柔らかな食感と噛むほどに甘さが出てくるところですかね。シャリの反対専用のタワシです。長崎のメジマグロですね。マグロの子供ですね。行者ニンニクを醤油漬けにしたもの、わさび醤油もしくはそちらのお薬味で召し上がってみてください。でもニンニクとは違う品種なんですよ。豆だだけ買ってもらってた。塩木とコースターは、杉の木を切り出して作りました。
で、あの手元はあの奈良の天然の赤杉、これ安い割り箸って防腐剤とか漂白剤とかを使ってるので、まあ、正直あの口に運ぶために体に悪いんですよね。なので、これは無漂白で防腐剤も不使用のものなので、とても体に良い割り箸となっております。全貌を知らない、ちみ唐辛子大丈夫ですか？はい、大好きです。私の同期にいるのよ、上海の子が。こちらに平らがり乗せていきますね。どうやって乗せるんですか？巻いて。お熱いのでお気をつけください。神戸焼きですね。まるでお餅のように巻いて。はい、平らがりの炭焼きですね。お熱いのでお気をつけください。自転車で有料橋を渡って行ってました。三郷のセレクションに行ってました。セレクション、あの有料橋降りて左曲がると思ってます。それが2、3分、5分経っていくと味わいが変わっていきますね。はい、柚子忍ばせてます。これは全然やったことない。オホーツク海の海水 100% の塩水。最初新宿で修行させてもらって、その後日本橋で修行させてもらって、で大宮、埼玉の大宮行った後は一度家業を継ぎまして、2年半ほどやったんですけど、父親と喧嘩してしまってじゃあ独立してやるっていうね。で去年の4月にお店辞めて、去年の9月にオープンできたんですよ。はい、どうぞ。あん肝ですね。にゃん肝といいまして、低温調理してありますね。非常に柔らかく仕上げてあります。あん肝ですね。あん肝を低温調理で煮てあります。とんでもない。肝って聞くとボソボソしてるイメージがあると思うんですけど、それはチュルチュルしてます。チュルチュルしてるんですね。座敷が欲しい、子供はこれで店にしたい、って言って、じゃあ大きい箱探しますかって言って、あとお水ですよね。地面掘って水道管ポンって出るじゃないですか。で水道管切ってそのまま浄水器つなげたんですよ。だからどこの
弱でひねっても天然水と変わらない成分の水が出るんです。で、やっぱりそういうこだわりを持ってやりたかったんですよね。釣り人の中ではもうただの古代になっちゃうんですけど、もしかしたらカスモダイいいでしょう。マダイとこれ、ハゾレ違うわね。ただこのマダイの子供になると、その少し皮目が黒っぽくなるんですよ。鮮やかにならない。今写真見たらすごい綺麗な桃色というか、サバダイの、その次第の治療になると、その鮮やかな色なんですよ。でそれを僕らは選んで買ってくるんですよ。結構混ざってるんですよ、発泡水の中に。こういずれにバーって小さいと狭いなのか。お手間失礼します。味ですね。ありがとうございます。そのうちに茹でて仕込んで、結局冷蔵庫にしまうんですよ。そうするとエビのタンパク質ってもう固まって溶けないんですよ。なんで美味しいのは常温、もちろん人肌の温度で。カメラやってるお兄ちゃんもお腹空くだろう。これは食べるの好きなんだね。そういうのって言うから、もはやそうだね。ここにお店があれば都心まで行かなくても美味しいの食べれますよっていう。都心に行ったらね、1人3万4万いっちゃうけど、うちは半分で食べれますよっていうのがコンセプトなんですよ。いやー、でもこのあれだね、この縞模様を見ると何とも言えないね。メジマグロの赤身。いいんです。ロックンプラムおかわりちょうだい。意外と固い頃は僕はトランプについてください。はい、どうぞ。羽田帯で取れる花子が最高なんだ。そうね、それは美味しい。これから多分健康の事故になってくると思うんですよ。食べ物はオーガニックのがいいよねとか、農薬の方がいいよねっていう時代が来るはずなんで、もうその先取りですよね。ありがとうございます。
ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。お待ちしております。はい。いや、はい、お気をつけて、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。